イナマットは三菱不走トラックバスが製造する機械式セミ AT である。1996年に三菱自動車工業が開発。自社製 MT をベースにコンピュータ制御で自動変速させるものである。主にトラックに搭載されるが1984年発売の初代エアロスターに搭載されたバス用機械式 AT、メットの後継でもあり。 バスにも搭載車種が存在する。シフトレバーは三菱製乗用車のインベックスシリーズのスポーツモード A、T に似た外観だが P レンジは装備されていない。積載状況などに応じて一段飛ばしで変速する機能もある。1984年初代エアロスターにオプションとして搭載。1996年登場。停車時に クラッチ操作が必要。1997年に東京モーターショーで参考出品、路線バス車両の二代目エアロスターで市販化された。発進・停車時のクラッチ操作が不要、にペダル式である、成田国際空港のターミナル循環バスとしても採用された。ありがとうございます。